こんにちは。おいしいものが食べたい、よしだよ。今日はね、パパッと簡単においしい焼きそば作っていくよ。うわ、もう中ペコペコ、食らい尽くせ。ほんなら行こうやか。このチャンネルではおいしい料理のレシピや役立つ情報を発信しています。チャンネル登録をしてこれからもご覧いただけると嬉しいです。はい、今日もね、このきくらげ入りミックス野菜、これを使ってね、簡単に作っていきますよ。これなんかね、すごく気に入っちゃったので、あと焼きそばはね、普通のどこにでもある焼きそばで大丈夫ですよ。では、材料をちょっと切っていきましょうかね。ちくわを入れようと思うんですけどね、ちくわはね、意外とこれいい味が出るんですよ。なのでね、これも1本だけでもね、十分味が出ますからね、斜めにちょっと切ってこんな感じね。で、この冷凍の、エビはね、もう解凍してあります。流水で解凍した方が、常温で解凍しても冷蔵で解凍してもどんな風でも大丈夫ですよ。はい、次ね、この、豚のバラ肉、これもね、こんなにはいらないな、どうだろう、2枚もあれば十分じゃないかな。よっ、うまく取れないぞ、ここだ。はい、これちょっと長いままだとね、食べにくいですから、ちょっと切っときましょうかね。そうだな、5センチぐらいでいいんじゃないかな、こんな感じ。はい、次はイカのゲソを取りたいですね。これもね、前回じゃないな、ちょっと前にね、イカと小ネギのぬたっていうのをやったんですけども、その時に、ね、使ったらすごく調子良かったので、また買ってきました。丁寧なね、仕事がしてあるので。はい、じゃあね、このゲソのところだけ今日は使っていきます。はい、じゃあこの、くちばしのところもね、これ美味しいですからね。はい、もうね、この長いままでいいと思いますよ。はい、そしてね、ニンニク使いかけがあったんでね、これもちょっと使っていきましょうか。そんなにたくさんいらないですね、もうこれぐらいあれば十分じゃないかな。今日はね、ちょっとお上品な香りが欲しいのでね、刻んでいますよ。はい、こんな感じ。はい、そしてね、これちょっと番外編ね、この胴体の方どうするんだよって話になりますから、まずね、このちょっと軟骨を抜いて、これね、バター醤油で、食べてみようかな。バターで焼いて、で醤油でね、食べてみたら美味しいんじゃないかな。ちょっとこうやってね、切れ目を入れて食べやすくしておきましょう。はい、こんな感じね。じゃあ後で焼いていくね。はい、じゃあね、早速作っていこうかな。これはね、ラードです。ラードを入れたフライパン、ちょっとね、火をつけて温めていきますよ。はい、ラードが溶けたらね、ニンニクをまず入れましょう。で、あんまり火強いとね、すぐ焦げちゃうからね、弱火にしてください。はい、こうやってね、ふわっとこう香り上がってきたら、もうね、まずは豚肉ちゃん。まあまあ、こんなもんでいいかな。はい、そしたらね、この、イカとかエビとか、あとはちくわ、これもう全部一緒でいいですよ。はい、そこへね、ちょっと真ん中こうやって広げてさ、焼きそばの麺入れていくよ。あれ、これなんか上手に切れないな。はい、
焼きそばの麺を入れます。麺入れたらね、上からね、お酒ちょっとかけてあげましょうね。はい、ね、私流の、こだわりってわけじゃないんだけどさ、必ずこの具材とね、麺を一緒に炒めたいんですよ。具材から出てくる、美味しい味をね、全部この麺に吸わせてやりたいんですね。で、ある程度こうやって広げたらね、あんまりいじらなくて大丈夫です。少しね、焦げちゃったらダメだけどさ、焼き色がつくまでね、そのままじっとこう炒めてやりましょう。じっくりといきますよ。少しこうやって焼き色がついてきたらね、ちょっとひっくり返してやって、で、これはね、粉末のシャンタンです。これをちょっと振り入れて、あとはね、ハイミーですね。ハイミーほんの少しでいいですよ。よいしょ。はい、じゃあね、ここでぐっと火を強めて、このきくらげ入りミックス野菜、これ炒めていきましょう。はい、野菜にも火が入ってね、あんまり野菜クタクタになるまで炒めちゃうと美味しくないですからね、まだシャキシャキっとした感じが残る程度でいいですよ。そしたらね、味付けていきましょう。はい、お醤油、これはなんともいい味が出てますね。じゃあ最終的にね、お塩で味を調整しますよ。そうだな、2つまみぐらいかな。はい、じゃあ最後にね、ごま油入れていきます。はい、ごま油入れたらね、軽くかき混ぜてすぐ火止めてくださいね。香りが飛んでしまいます。はい、じゃあ盛り付けていこうか。はい、じゃあ盛り付けるよ。まあ盛り付けるっつってもね、これもう本当にお皿に移すだけ。はい、じゃあね、なんとなく焼きそばには紅生姜って感じがする。中華風の焼きそばに紅生姜はありなのかな。彩りもいいし、ちょっと添えておきましょうかね。はい、中華風焼きそば完成です。はい、じゃあね、イカの胴体の方も焼いていきましょうか。バターがね、これ 5g ぐらいじゃないかな。ね、まず半分なんです。 10g 今日使いたいんですけど。はい、溶けたらね、すぐ弱火にしてください。これバターすぐ焦げますんでね。で、表の方から先焼いていきましょう。もう元々がね、火が通ってる、食材ですからね、そんなにね、神経質に長々と焼く必要はないですよ。ちょっと火強いな。はい、もう本当に温まれば OK です。そしたらね、もう一度表にして醤油ちょっと垂らします。どうだろうな、小さじ4分の1ぐらいじゃないかな。バター有塩使ってますからね、あまり入れるとね、醤油がらくなってしまうので、
はい、そしたらね、ここへ、残りの 5g、 半分のバターだよね、これも入れていきます。だ、いい匂い。はい、じゃあね、後から入れたバターが全てしっかり溶ければもう完成です。火を止めてください。ね、こんな感じね、ペロッと。で、上からね、このバター醤油のソースをね、ちょっとかけてやりましょう。はい、イカのバター醤油焼き完成です。はい、じゃあね、早速食べてみようと思いますよ。その前に、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。最高。はい、じゃあね、早速いただきます。うん。めっちゃこげえな。美味しいもの食べてる時って本当に幸せですよね。さあ、こっちの麺、バター醤油焼き、ちょっと食べてみようかな。ちょっと硬くなっちゃってさ、で、下の方皮つながってるから結構食べにくいけど、味はめちゃくちゃ美味しい。あー、美味しいなーこれ。今日お話ししたのは、その、まあ、私なりのね、こだわりっていうか、焼きそばの麺に、その、素材の旨味を全部吸わせちゃう、これがね、ちょっと一つ私のね、こだわりなんです。まあまあ、このイカの方はね、あのイカ焼きの方は、これはまあ当然のごとくして、これは美味しいですよね。はい、いやー、それにしてもね、これもめちゃくちゃ美味しかったです。ぜひぜひやってみてください。あの、そうだな、ちょっとゲソ刻んだりとか、なんか面倒なことはありましたけどもね。例えばこれ、ゲソを使わなくて冷凍の、シーフードミックスとかね、そんなのを使っていただいても全然いいと思うんですよ。そうすると切るもの、ニンニク刻みましたかね。まあ、それだけで済みますんでね。はい、いい団地と思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録お願いします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でもお会いできると嬉しいです。料理は愛だ。バイバイ。